えー、今日の日本付近、えー、お天気はゆっくり下り坂なんですけれども、まあ、その中で比較的早く崩れそうなのが九州エリアとなっています、えー、9時の予想気圧配置です、えー、北日本に中心を持つ高気圧に本州付近覆われますが、えー、高気圧の南の減りに沿って流れ込む湿った東風が 紀伊半島からあ九州の太平洋側などに流れ込んでいますえまた台風20号の北側を北西進する非常に暖かく湿った空気の影響南西諸島方面に現れますがえこれらの空気がぶつかり合って九州の南では次第に前線が形成されてくる予想です今夜の気圧配置を見ますとその前線が現れてきます この前線近傍では大気の状態かなり不安定になる予想ですので、えー、場所によっては1時間に30ミリを少し超えるような激しい雨雷突風を伴う可能性も出てきます雨の降り出しの時間見てみましょう午前中は晴れているところも多い九州地方ですが南から次第に活発な雨雲が北上してきます早いところではお昼頃から 鹿児島県内熊本県内などから雨が降り出して今夜にかけて雨の範囲が拡大をする予想です特にこの南部沿岸エリアでは活発な雨雲がかかって1時間に30ミリを超えるような短時間の激しい雨落雷突風にも注意が必要となってきます お天気の方、九州エリアでも午後は急激に下り坂となって雨の範囲が拡大する予想です。最新の情報はウェザーニュースのアプリからも確認いただけます。